車内動画です。危ない危ない、シフトをね、ちょっとですね、オイル、サスペンションオイルをね、でうちにあるやつが、S01 でしたっけ、なんかありますよね、ヤマハのね、倒立方向のね、カートリッジタイプ、あと、鈴木さんのね、L01 っていう、要は一緒みたいですけど、そのあたりはあるんですけど、バンディットのこのフロントフォークね、成立なのにカートリッジフォークなんですよ。まあ XLR とかも確かカートリッジだったし、まあ、いろんなのありますけど、で結構硬いのを使うみたいなね、 G10 と G10 よりも若干硬いめのオイルみたいなんですよ。ただ G10 にね、G15 を混ぜて、ちょっとだけ混ぜてね、作れば、まあ、それになるんだろうと思うんですけど、で、ただね、指定オイルが SS08 っていうね、はい、SS8 か、SS8 っていうタイプで、ちょっとね、いや普通の一般的なあの G いくつっていうタイプで、G10、G15 とか、ああいうんじゃないんですよ。で、昭和の専用のやつがあるみたいで、だからそれをね、買おうと。で値段が全然違うんで、おそらくですね、オイルのその、まあ、添加剤が違うんじゃないかね、入ってるものがね、まあ、化学合成とかそういうのもあるのかもしれないですけど、雰囲気的にね、多分ですよ、私も詳しくないと分かんないですけど、で結局カートリッジだから、よりこう普通のものよりも気泡がどうだとかね、消耗性能がどうだとか、まあ、いろんな部分がちょっとこうあるんじゃないかなっていうね。だから、まあ、G10 入れちゃいいやと思ったんですけど、ちょっとまずいんで、それだとね、だからちょっと買いに、で注文するとまた明日でしょ。でもうバラしてたんですよ、フロントフォークは。片側はね、バラして、でやっぱりその指定されているオイルを入れるのがいいのかなって。硬さだったら別にいいんですけど、多少ね、硬さじゃない、そのなんかね、ただね、例えばほら、ナニーズとかあるじゃないですか、そうするともう決まってる3種類ぐらいしかなくて、それを結局ブレンドしてね、硬さを変えるっていうね、そういうオイルはあるんですけどG10 の場合はこれ、SS8 の場合はこれとこれ、ナンパーナンパーみたいなね、やり方なんですよ。真ん中のやつがちょうど G10 と一緒なのかな、 100% そのまま G10 で使うっていうね。話は戻りますけどね、バンディットよかった、1リッターしか入んないから、よかった、両方でね、約1リッター弱なんでよかったですよ。これ 1. ちょっととかだと、オフ車とかね、長いでしょ、フロントフォーク560何 cc とかね、そうするとうわー2本買わなきゃダメじゃん、ちょっと待ってよーって感じ。お、道路がまっすぐになったじゃん。ずーっとこれなんでいつまで経ってもやんねんだやんねんだと思ってたんだけどね、やっとまっすぐになったよ。ということで、靴下さんに行きやすくなったな。靴下に行く、靴下呼び捨てか、お前は。いや、靴下さんに行くわけじゃない、呼び捨てか、靴下お前呼び捨てか、いや、靴下様、それはそれでバカにしてたのお前、いやつって、大変ですよね。うちに来るね、ブラックキャットさんのね、配達の方、女性の、自転車で女性、要は配ってる方いらっしゃるね、手伝いみたいな感じでね、その方にね、来た時に、その集荷をね、頼んだことがあるんですよ、集荷してくださいっつって、そしたら、
あ、私持っていけないんであれします、電話しますっつって、そうさあね、電話でね、目の前で電話してね、あーそうそう、うん、ベテルベテルおいおいおい、いや一応さ、店の人が目の前にいんだからさ、3ぐらいつけましょうよ、ねえ、思っちゃうんですけどね、これで様つけられてもなんか嫌だけどね、ベテル様、あそうです、ベテル様です、嫌だよね、でもベテルベテルも嫌だよね、あーそうそう、ベテル、うん、ベテルベテル、多分あの、あれでしょ、どうせあの受けてる側も、どこ、ああベテル、あー分かった、あみたいな感じでしょ、なんだよおい、印象悪いな、そう印象悪いんですよ、やっぱりね、うちはね印象が悪い、うん、態度が良くないね、ということで靴下さんにしました、もう行くのは靴下さんじゃありません、私が行くのはどこだっけ、上にある、ね、靴下さんのグループになっちゃった、うん、二輪館ですね、はい、ということで、それではまた店長留守番お願いします、靴下さんなかったやべえ、まあ、CB190SS ありましたよ、ね、乗り出しでね49万いくら、うん、うちいくらでしたっけうちと比較してもしょうがないね、靴下さんの方がやっぱりね安心感があるもん、うん、いろんな意味でそう、靴下さんだったら例えばね作業してる人一人怪我したって別にそんなに重要じゃない、大丈夫だけど、私怪我したらもう結局ね、いやすいません、できません、できませんってね、何やってんだよってなっちゃうからね、残念だな、車よ、車にもなんか当たったと思ったら尻尾だ、鈴木とかヤマハのオイル赤いじゃないですか、あれ一緒なんですかね、一緒っていうのは中身ね、で同年度一緒だね、書いたの一緒だもんね、ヤマハと鈴木ね、 G10 でも値段全然違うの、ヤマハの方がはるかに高いの、なんですかね、あれなんかあるのかな、仕切りが仕切りの話してもしょうがないですよね、販売店だとなんかオイル安いらしいんですけど元が高いから結局分かんないですよね、本当にいいのかどうかね、まあ、最終的にお客さんには請求されちゃうからね、その金額でね、だからしょうがないですけど、ああしょうがない、ライダーズコミュニケーションランズ行こう、なかったら発注する、普通に B バイクさんか、ね、鈴木純正 SS8 ね、注文しよう、何注文する、伏せるの、リコーダーはねお座りしてなんか、ま、しかも伏せる、偉いね、偉いね、お主も悪いよの、混んでるじゃないか、ここはねセブンパークハリオ、ハリオの柏ですね、で、こちらはオート一部 の店舗、2階の店舗とかあるはハス向かいに引っ越したみたいです ね、完全に、あ、フィットネスだって、上にフィットネスが開いてんだ、セブンパーク、もうずっと遊歩道があってね、外側にいいんですよね、犬の散歩するのにねダメなのかな、犬の散歩させちゃいけないのかな、ここね、D 発、あ、ガリバーだよ、あ、D 発向こうやった、ここガリバーかな、アップランとかの方に売ってないから、上ガレージの方にこう未使用のオイル缶売ってないですかね、フォークオイルね、ダメかな、私は何をやっているんでしょうか。
やってんのかな。やってるよね。なんでやってなかったの。ちょっとどうしたらいいんだよ。ピンク色の属車チックな、ね、すごいっすね。軽だな、熊谷なんか嫌だな。うわ、いる。秘密基地を作ろう。ディートナダモーターサイクル、ディートナダ。さあちょっと待ってる、すぐ戻ってくるからな。俺はすぐ戻ってくる、すぐ戻ってくるから、ちょっと待ってる。はい、超高級折れたよこれ、やべえよ。何の音だけんだよ。しまった。そんな純粋なやつ、鈴木純粋にかける。なんか面白いのあるかな。とりあえず勝ちました。はい、 SS8、昭和純正ね、はい、多分これ化学合成なんでしょうね、おそらくね。税込み3740円。税込み3740円。大丈夫かな、赤字にはならないよね。大丈夫です、赤字にはならないと思うね。勝ちはダメだよ。そうで、あれワコーズのと値段一緒。ワコーズのあの真ん中のやつ、1リッターのね、あれと値段一緒。すごいね、うん、でワコーズのは化学合成オイル、化学合成オイルを使用することによってやっぱりあの劣化がね、うん、の耐久性が高いから、そういう先端性能というんですよね、そういうのが段が起きづらくどうのこうのという説明が記載ありましたけど、おそらくカートリッジにすることによってかなりそれが厳しいんじゃないのかなとかね、そんな気がするんですよ。だからそれを指定してんじゃないのかな、違うかな。ただオイルの硬さだけじゃないような気がしますね。他のその高いオイルを必要としないと、味方によってはね。TS185 もだから高いお湯入れれば、まあ分かんないです。